When everything is on, we light a candle. We're breathing really slow with artists. We're waiting for the dawn with empty bottles. You turn around when I wanna kiss. みなさんこんにちは、ミカです。今日は100円ショップのダイソーでゲットしたこちらのとってもおしゃれなマスキングテープ、これを使ってすごく簡単なネイルデザインというのを作っていきたいと思います。同じようなものをネイル用の商品として売られたりしているんですけども、それがマスキングテープみたいなテープの状態になっているというのは見ないですし、何より文房具のマスキングテープがちょっとこうネイルと組み合わさるというのは面白いなと思ったので、ちょっと作ってみることにしました。はい、なのでもしデザインを見て面白い、やってみたいと思ってくださったら、動画を見ながらぜひぜひ真似してみてください。それでは早速やり方を紹介していきましょう。どうぞ。ではこちらの100円ショップダイソーで売られているマスキングテープを使ったネイルデザインのやり方紹介していきます。使用するカラージェルはパーマネントローズ、コバルトターコイズ、アメジストパープルです。まずはベースジェルを塗って硬化した状態の上からパーマネントローズを塗布し、ライトで硬化します。そしたら次にノンワイプマットトップジェルを塗布してライトで硬化します。この時必ずノンワイプマットトップジェルを使用してくださいね。そしたらここでマスキングテープを使っていきます。この白っぽいマスキングテープを使います。マスキングテープをネイル用のシザーまたは普通のハサミでも大丈夫ですので、このようにジグザグと切っていき、斜めにカットを入れるとこんな感じのいびつな形のシールができました。そしたらそれをノンワイプマットトップジェルを塗った爪の表面にしっかりと貼り付けていきます。ノンワイプタイプのマットを使用することで、このマスキングテープがピタッと綺麗に貼り付いて後から浮いてこないのでおすすめです。こんな風にシールを爪の中心に数枚貼り合わせたら、上から再びパーマネントローズを塗ります。そしてここで硬化する前にアメジストパープルを少し塗布してネイルブラシなどでぼかします。そしたら今度はコバルトターコイズをのせて同じようにぼかしていきます。するとこんな感じになりました。ではライトに入れて硬化します。そしたら今度はノンワイプトップジェルを塗ります。この時はマットタイプじゃなくて普通のトップジェルのノンワイプタイプになります。ではライトに入れて硬化します。するとこんな感じのピンクのデザインができました。ではもう一つのブルー系のこちらのデザインのやり方も紹介します。今度はベースカラーにアメジストパープルを一色塗りし、ライトで硬化します。そして同じようにノンワイプマットトップジェルを塗って硬化しました。そしたら今度使うマスキングテープはこちらのブルーっぽい紫っぽいこのマスキングテープを使っていきます。ちょっと透明感があってすごく綺麗です。先ほどと同じようにシザーでジグザグジグザグと切れ目を入れたら斜めにカットする。そうすると使いやすいいびつな形のネイルシールが完成します。で、爪の真ん中に少し重なるようにさっきと同じ感じですね、ネイルシールを貼ったら、その上からコバルトターコイズ、そしてパーマネントローズ、パーマネントローズは少し多めにこうやってのせて、ブラシでなじませて全体をコーティングしていくように引き伸ばしていきます。で、この時に混ぜすぎないでちょっと色ムラがある感じで仕上げましょう。こんな感じですね。ではライトに入れて硬化します。そしたら上からノンワイプトップジェルを塗ってライトで硬化することができたら、はい、ということで完成です。いかがですか？皆さんはピンク系のデザインとブルー系のデザイン、どちらの方が好きですか？私がやっているみたいに右と左で違うカラーを使ったりしても可愛いと思います。ちなみに薬指に行っているネイルデザインのやり方は、まずはレティジアのクリスタルフレークというカラーを塗って硬化します。そしてその上から金箔を散りばめてトップジェルを塗ってコーティングしました。その他の爪に関しましては、ピンクのデザインと合わせているのはピーチというカラー、そしてブルーの方に合わせているのはライトベージュというカラーを使っています。
こちらのデザインの写真はインスタグラムの方にもアップしておきますので、写真を見ながらゆっくり真似したいという方はインスタグラムもチェックしてくださいね。以上で100円ショップのマスキングテープを使ってできるとっても簡単なネイルデザインのやり方でした。はい、皆さんいかがでしたか。他にも100円ショップで売られている道具とか、カラージェルを使って過去にいろんなネイルのデザインの動画を出してきています。もし興味がありましたら他の動画も見てみてくれると嬉しいです。それでは今日も動画を最後まで見てくださってありがとうございました。よかったらまた次の新しい動画でもお会いしましょう。